このスシローの請求には社会的な意味もとっても大きいです。あーちゃんです。イエーイ。はい、今回はですね、スシローの醤油差しの継ぎ口を少年がペロペロと舐め回した事件、皆様も記憶にあるのではないでしょうか。一時期回転寿司には行きたくないなんていう声も多くありましたよね。そのせいでスシローの株価は下落、1日で160億円以上も下がったこともあるそうです。その件でスシローは少年に対して6700万円の損害賠償を請求しました。スシローは監視カメラやモニターを設置せざるを得なくなった費用として説明しています。株価の下落についてはあくまで間接損害なので認められるとは限りません。だからこそ株価の下落分というのは抜いての請求だったのでしょう。このスシローの請求には社会的な意味もとっても大きいです。気軽ないたずらという気持ちであっても会社には損害を与えていると思わせるだけの金額を請求することが大切です。その意味で今回の6700万円という金額は妥当性があると言えます。 SNS の発達でバズりたい一心で超えてはいけない境界線というのを踏み越えてしまうという人がとっても増えてきました。この件が皆様の教訓になってもらえれば嬉しいです。皆さんはこの金額をどう思いますか？コメント欄で教えてください。